構えての号令がかかりました、はい、さあゴーフをなって第4レースのスタートですさあまずは前取り5番のカッセ2番の時2人出ていきましたただ2人をかわしてさあ9番の朝倉が外から上がるのかどうか2番の時カンタがどうやらユドインとの距離を縮めていきます 4番の伊藤翔太も車を進めてきまして、どうやらチューブ勢が一と手間先頭2番手で5番の活性。拓也が3番手、そして1番の久田優也9番の朝倉智人の後ろには3番の岡田太一がいまして、今どっ間か連系の並びは出来上がっています。6番の色又、浩一がポジションを3番手に上げて、34番手が神奈川両者5番手1番。久田の後ろには。 7番の松岡隆久、8番那須久幸、九州の2人が続いて西日本ラインとして並びを作ります従いまして関東ライン、朝倉、岡田の2人が初手は8区番手の候補ですさあ対列は一本棒で2週間目は2コーナーを回り切りました先頭は4番の伊藤です佐世保記念は今回で4度目の出走その自在戦に追走は2番の時神田チューブラインです 六番の猪俣、三番手、直線の玉田端では、四角で見せ場を作っていました。同県五番の勝瀬がマークします。神奈川勢のさらに後ろ、後ろ中段ということになります。五番手、一番の久田です。ホームバック回数ともに、直近四ヶ月、十七本の積極さを誇ります。最終回目、入ります。久田マークは、七番の松岡です。別府記念は、二勝して、九州地区の G ス連戦であります。さらに、続くは八番の那須。まだまだ元気いっぱい、福岡久留米のベテランマーカーです。 9番の朝倉が8番手佐世保は1年半ぶり2回目の参戦その力ある朝倉とともに2社のビハインドを跳ねのけたいのが3番の岡田大地さあこの関東勢から動くんでしょうか2センターから4コーナーアクションを起こしました9番の朝倉が3番岡田を連れまして位置を上げていきます軽く牽制見せた1番の久田なんですがその関東勢に乗って上がります さあ前で受けた4番の伊藤をまず9番の朝倉が抑えそこを1番の久田がおっと叩こうとするんですが軽く接触ただ1番の久田がここはまず前に出ました関東勢が車を引いてジャン3コーナーでは6番の猪俣が積極的に勝星を連れて前に出ました1番の久田はここは3番手うまく好位置をキープしました9番の朝倉は6番手そして中部勢後方8 9番手 すかさず1コーナー1番の久がまくれば5番のカッセのブロックさあ1センターから2コーナーそれでも踏み直して仕掛ける久田さらには9番の浅倉が飛んでくるバック線から3コーナー1番の久田3コーナー先頭ですが9番の浅倉ともがき合う7番の松岡が3番の岡田をさばきまして直線と入ります4コーナー9番の浅倉先頭ここは7番の松岡が突っ込み狙うもまずは9番の浅倉が第4レース1次戦競争の4組目 9番の朝倉智仁最後3番岡田をさばいてすかさず縦に踏みました7番の松岡隆久だったんですが9番の朝倉が先着しています7番の松岡2着そして3着争いで久田と岡田1番の久田が3着大制優勢です審判からの決定放送まで正式な着順今しばらくお待ちください第4